レアンドロ・ダミアン・ダ・シューバドス・サントスは、ブラジル・パラナ州、ジャルジン・アレグレ出身のサッカー選手。川崎・フロンターレ所属。ポジションはフォワード。レアンドロ・ダミオンと表記されることもある。アトレチコ・イビラマの下部組織に所属する17歳まで、サンパウロの貧しい地区でプレーするアマチュア選手で、プロクラブの下部組織に所属した経験はない。 1500円程度のギャラで時折立チームのスケットとしてプレーすることもあった。2009年に SC インテルナショナルへ入団。2010年にはリーグ戦で7得点を記録し2010年8月19日に行われたコパリベルタドーレス決勝の CD グアダラハラセンセカンドレグでは途中交代で出場すると勝ち越しゴールを上げチームを優勝へ導いた。 レコパスダメリカーナの CA インデペンディエンテ戦では2試合にフル出場し、ファーストレグで1得点、セカンドレグで2得点を挙げた。2016年2月4日、スペインラリーガのレアルベティスへシーズン終了までの契約で加入した。2月27日のラージョバジェカーの戦でラリーガデビューを果たしたが、ベティスでは3試合に出場したのみに終わった。 2016年7月14日フラメンゴが加入を発表した。同年はフラメンゴとサントスでプレーシュセリエ A15 試合に得点を記録した。2017年は前半をフラメンゴで後半を自身初のブラジレーロセリエ B 所属のインテルナショナルでプレイシュリーグ戦24試合11ゴールを記録しインテルナショナルのブラジレーロセリエ A 復帰に大きく貢献した。 また公式戦35試合15ゴールを記録した。2018年もインテルナシオナルでプレーし、ブラジルエロセリエへ26試合10ゴールを記録した。同シーズン限りで対談することを発表した。12月14日、2019年シーズンから J リーグ川崎フロンターレへ完全移籍で加入することが発表された。2月16日、J リーグスーパーカップの浦和レッズ戦で、 J リーグデビューを飾り、後半7分に移籍後初ゴールとなる決勝弾を決め、チームを優勝に導いた。3月10日の横浜 F マリノス戦で、J リーグ初ゴールを含む2ゴール決めた。7月19日、J リーグワールドチャレンジのチェルシー戦で、交代出場から、後半42分に決勝点を決め、勝利をもたらした。シーズンを通じて、一定の成績は残したが、 完全なレギュラー獲得とまではいかず、23試合9ゴールという成績でシーズンを終えた。2019シーズンのシュート決定率で3割3分3輪はリーグトップの成績であった。2020年シーズン7月7日に行われた FC 東京との玉川クラシコではシーズン初得点と3アシストで4から0での勝利に貢献した。第十九節のガンバ大阪戦では 先制点を決め勝利、リーグ優勝を果たした。シーズン中、小林優とプレイタイムを分け合う形も多かったが、昨シーズンを上回る13ゴールを挙げた。2021年元旦、天皇杯決勝のガンバ大阪戦では、三戸真香織の決勝点をアシストした。2021年シーズンから副キャプテンに就任した。ブラジル代表として、二千十一年三月十七日、 親善試合のスコットランド戦で A 代表デビューを果たした。同年9月6日のガーナとの親善試合で代表初得点となる決勝点を挙げた。ロンドンオリンピックにも出場し、6得点を挙げ得点王となった。2013年、コンフェデレーションズカップに臨むメンバーに選出されていたが、怪我で大会への参加を辞退した。ありがとうございます。